蝶々やトンボが遊びに来て、今日は静かで風も涼しく、自分のお家の庭が天国のように感じます。裏庭はシッターさんにお水まいてもらってたんだけど、表の方は頼まなかったから、ちょっと草木がしおれてて、ゆうべスプリンクラーつけたら、そのまま私が疲れて、なんか2、3時間ちょっとドトッとしちゃって、お水出てたの忘れちゃったから、3時間ぐらいスプリンクラー出しっぱなしにしちゃった。まあでも、彼らは、they deserve that much water、それぐらいのお水が必要だったとは思う。そこさ、もともと荒れ地、もともとは木が生えたんだけど、なんかたくさん死んじゃって木が、その後荒れ地になってたのね、そこ崖のとこ。そこにこの、そのピンクの、ね、お花の咲く、今頭が疲れてるからちょっと名前忘れちゃったけど、T から始まるやつ。今そこ見える？カワセミっていうかハミングバードが。ハミングバード。ね、ここで、そうそう。あ、そこそこそこ。かわいいね。はい、ハミングバーディー。あ、喉が。まだ回復してない。とにかく、同じお花をそこにね、植えたわけ。そしたら、やっぱりなかなか荒れ地だし、お水まくのが大変なのよ。そこずっとホースでさ、一箇所につき、なんか1分ぐらい毎日まいてたんだけど、なかなかやっぱお水が行き届かないから、スプリンクラー、1500円ぐらいで買えるやつ、ホース差し込むとブーって、このシステムをさ、あそこに植え込むと、まあ多分さ、500ドルぐらい以上かかるんだよね。で、ちょっとそれは痛いなと思って、1500円ぐらいでスプリンクラー買ったら、今見せてあげる。どんなになるか。ね、またお水まいてあげるか。ちょっと待っててね。ゆうき？あ、ゆうきさっきちょっと来たけど、なくなっちゃった。これね。こうなるの。これ360、ドターンって書いてるけど、本当かな、ちょっとそれは言い過ぎる。あとちょっとで全部網羅できるんだけど、鳥さんたちのご飯入れのそばの、プラントにはお水がいかないから、でもホースつないじゃってるから、もしかしたらホースもう1本買って差し替えられるようにするかもしれないけど、でもじょうろがあるから、じょうろで届かないところのお水をまけば大丈夫かなと思う。でこれさ、すごい得したなって思うのは、雨の音がするのよ、このスプリンクラー。ほら。で、ここなかなか雨降らないでしょ？まあ、1月とか2月は雨季なんだけど、降るときはめちゃめちゃ降るけど、この音がさ、すごくいいなって思って。あ、蝶々だ。はい、バーティー。さっきトンボさんの可愛いのも来てた。このアンブレラもね、新しくしたの。この間、ポキって風のあった日に折れちゃって、何本目かな？1年半持てばいいって感じかな。今日はとっても素敵な美しい日よ。心穏やかに過ごしますね。皆さん本当に、あ、はい、バーティー。皆さん本当に応援ありがとうございます。またよろしくお願いしますね。